ブックシェルフ型スピーカーブックシェルフ型とは、スピーカーにおいて小型で背の低いものを指す。ある程度持ち上げておくことを前提とした形である。名前は本棚に置くことを考えてのもので、かつては実際に本棚に置いた。定義としては、はっきりしたものはない。整備道の1995よび2000ではスピーカーを小型、中型、大型と分けた場合に、 ブックシェルフは中型を指すとしているが2009では小型および中型としている。比較的背の低い脳型体の形状を持ち、底部に脚部のない形状のエンクロージャーは小型のスピーカーシステムでは今も主流の方式である。かつては大型に近い大きさの筐体のものもあったが、現在はほとんど見かけなくなっている。蒸気1995では 背丈が 60cm ほどのものまでこの範疇に含めている。小型のものでは本棚に収めたり、机やサイドボードなどの上に置いたりといった比較的自由な設置も可能である。ただしやはり足がないため、自家置きは推奨されない。このタイプはウーファーの位置が相対的に低いため、床などの反射性の場所に直接置くと低音域が強調されてブーミーになりやすいので、 特に大型のものでは床面から離して設置する必要があるが小型のものでは低温域の不足を補うため本棚の中とかサイドボードテーブルなどの上に置いて低域反射を利用してその欠点を補う場合もあるフロア型に比べ容積は少なめであるが音響的には比較的素直で平坦な特性が得られるものが多い家具とスピーカーの間にインシュレーターを敷いて 定期反射を調整することが可能であり、特にオーディオ用に制作された製品も存在する。また、比較的高級なスピーカーには専用のスピーカースタンドが提供されている例が多く、その場合は組み合わせて床に置くことが可能である。ありがとうございます。